皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。9人組グループ、スノーマンの目黒連26が24日、都内で行われた東京ドラマアウォード2023受賞式に登場した。富士テレビ企劇場、サイレント2022年放送の公演で助演団優勝を受賞した。 動画、川口春奈スノーマンメグロ連。ドラマ、サイレント。キャストが受賞式に集結助演女優賞の加保も登場同作は、青葉つむに、川口春奈、が高校時代に本気で愛した恋人であるサクラスを、メグロ、と、音のない世界で、出会い直す、というオリジナル脚本のラブストーリー。石坂浩二が、あの役、難しいですよね。 と声をかけると、目黒は、そうですね。でも、桜う君っていう役と目黒蓮は演じていて気持ちが重なる部分もありました、としみじみ。石坂が、前にお付き合いした方も大学の頃に聴覚を失っていたんです。その方のどうしようもなさがすごくありました、と賛辞を送ると、目黒は言葉を噛み締めるようにお辞儀をした。 トロフィーを手に持っての写真撮影中も石坂は褒め言葉が止まらない様子。目黒は写真撮影に応じながら照れ笑いを浮かべていた。サイレントチームは目黒のほか川口が主演女優賞、加ホが助演女優賞、風間大樹氏が演出賞、オフィシャル髭男リズム、サブタイトルが主題歌賞、 さらに作品賞連続ドラマ部門グランプリを受賞し、六冠を達成した。東京ドラマアウォード2023の受賞結果は以下の通り。作品賞連続ドラマ部門グランプリブラッシュアップライフ日本テレビ優秀賞鎌倉殿の13人 NHK 星降る夜にテレビ朝日サイレントフジテレビエルピス希望 あるいはわざわい、関西テレビ、フェンス、ワウワウ、より小さい単発ドラマ部門、グランプリ、東京メール走る緊急救命室、隅田川ミッション、TBS、優秀賞、未解決事件ファイル、09松本清長と、小説定任事件、NHK、生理のおじさんとその娘、NHK、神の手、テレビ東京、 観察医朝顔2022スペシャル、フジテレビ、ローカルドラマ賞、弁当屋さんのおもてなし、北海道テレビ、個人賞主演男優賞、小栗旬、鎌倉殿の13人、主演女優賞、川口春奈、サイレント、助演男優賞、目黒蓮、サイレント、助演女優賞、加ホ、サイレント、脚本賞、バカリズム、ブラッシュアップライフ、 演出賞、風間大器、サイレント、主題歌賞、オフィシャル髭男リズム、サブタイトル、サイレント、主題歌。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。